みを街にポイッと捨てる人を見たとして、その人にイラッとするのか、そういう人も含め愛せるかによって、あなたの幸福度は決まる。愛すべき人、愛すべきセンスを愛すことは簡単だ。愛すべき人、愛すべきマナーは誰でも愛せる。心からの幸せを望むのだとしたら、愛せない人、大嫌いなセンスを持ってる人を認めるっていうか、愛せることが近道な気がするよ。価値観の違いなんてデフォルトだよね。それが別れの理由って、価値観の違いなんてデフォルトだよね。安っぽい。愛すべき人、愛すべきセンスを愛すことは簡単だ。愛すべき人、愛すべきマナーは誰でも愛せる。